皆さんこんにちは、こんばんは、ズマスナオトです。今回も煉獄魔帳をやってきました。でパーティー構成がゴッドアンド魔剣士忍者大神官になります。でゴッドアンドの装備が銀河の剣で、会心に継が上がるボムになっています。で魔剣士も銀河の剣で、セバスの兜で、鳥系の耐性を 10% 取ってます。で上と下で会心率を取ってます。で忍者が妖精の炎月にで、バギー防具になってるんですけど、下だけが外科でメラ耐性を取ってます。で大進化、クリフトの正常で、クリフトの上下ですね。で頭だけ、西風の冠で、鳥系の耐性を 10% 取ってます。で心が、イブール、シドウ、ユニコーン、スーパー天竺で、イブールとユニコーンでメラ耐性を取ってるような感じですね。で忍者がドランゴ、闇の覇者竜王で、ブレアキャプテンクローですね。ブレアとドランゴでメラ耐性を取ってます。で魔剣士がトロルキング、ハヌマン、エブリプリスト、ブレアですね。でゴッタンドがブレア、ハヌマン、サイクロプス、オニコンボで、ブレアとサイクロプスでメラ耐性 10% で 20% 取ってます。で心道が、バランスよくしてるような感じですね。ゴッタンドはゴッドガードが発動してほしいので、まあゴッドガードが発動しやすいように振ってます。で魔剣士は右寄せですね。で忍者は左寄せですね。で大神官も左寄せになってます。それでは煉獄魔帳をやっていきます。で忍者は、フバハを入れます。結構ブレスダメージが結構痛いんで、開幕はねフバハをやります。でゴッドハンドは捨て身で、魔剣士も捨て身ですね。で向こうの攻撃で、でナイスガードで、これも痛いんですよね結構。でガーゴイル、ガーゴイルのマインクスも結構痛いんですよ。で大神官を回復、まあまあの回復です。でここで、回復のボレロをやります。これで影縫いが入ればラッキーで、2体とも影縫い、これはラッキーです。でここは攻撃ですね。またとことん攻撃していくような感じですね。なんでまあその忍者の開封のボレロで一中効果にさせてるんで、まあこれでね影縫いが結構入ってくれれば本当に戦いやすいですね。まあ運要素はあるんですけど、いいダメージ。まあ魔法トーンがガーゴイルが入りやすいみたいなんで、まあ魔法トーン回復で狙うのもいいと思います。まあ重要なのはどちらかといえばフバハかな。ここね、こんな入っちゃってるんですけど、もうそれも無視してやってます。まあ魔剣士とゴッタンと回復さえ落ちなければまあ何とかなるんですけど、うん、まあ銀河の剣はねやっぱ強いんで、うん、まあ、持ってる方は使った方がいいですね。ここら辺からどんどん火力上がるようになってすごいね、このダメージも。
で、ここで青山直撃6万強い。で、心は、心はどうなの？ Sランクは？ Bランク。